南橋本駅は神奈川県相模原市中央区南橋本2丁目にある東日本旅客鉄道相模線の駅である。島式ホーム1面2線を有する地上駅で東西自由通路のある京上駅舎を備える。ホームの茅ヶ崎よりの端部1号車先頭ドア付近に階段がホーム中央3号車茅ヶ崎より付近にエスカレーターがホーム中央 二号車付近にエレベーターが設置され、ホームと駅舎を連絡している。駅舎は2006年10月に改築されたもので、それ以前には木造の地平駅舎であった。これについては口述する。その他、改札内にはトイレがエスカレーターとエレベーターの間にあり、手前から順に男子トイレ、多機能トイレ、女子トイレの順で並んでいる。西口。 東口の出口にそれぞれエスカレーター及びエレベーターが設置されている。西口、東口のエスカレーターは共に上りのみ。またエレベーターは手前のドアから乗って奥のドアから降りるウォークスルータイプを使用している。橋本駅管理の業務委託駅で自動券売機、自動改札機を設置している。駅構内には売店や公衆電話などはないが、 自動販売機がホームと駅舎内に一台ずつ設置されている。東口はロータリーとなっており、タクシー乗り場と交番がある。東口階段の下には公衆トイレが設置されている。相模線の電化前は当駅橋本間の区間列車が設定され、側線を有したが、後に全て撤去されている。かつては橋本片西側に平屋建ての駅舎を有し、 ホームとは、古線橋で連絡していた。しかし階段だけで、エスカレーターやエレベーターはなく、バリアフリーの観点から問題があった。また、東西自由通路がなく資金の踏切も一箇所しかない、ことから、線路東側の住民が不便を強いられ、町が東西に分断されていた。このような状況を解消すべく、京上駅舎と東西自由通路の建設が決定された。 本来は1991年3月16日の相模線電化開業と同時に新駅舎に移行するとされていたが、東側にマンションが次々に建設されるものの、セメント放送所と貨物設備が障害となって計画は進まなかった。21世紀を前にして、建設予定地に位置したセメント放送所、貨物設備が撤去された際に、ようやく駅が改築されると、 住民も期待し、実際に JR 東日本側も着工予定と、その2年後の完成予想図を発表したが、着工はどんどん遅れていった。その後、駅用地として確保した土地を、駅前スーパーの駐車場とし、しばらくの間駅建設可能な状態を維持したまま、数年の停滞が続いた。それらを経て、交通バリアフリー関連の法律施行にも後押しされ、 ようやく工事が開始された。京城駅舎の工事は2005年に着工した。2006年10月1日に東西自由通路の使用を開始。2日後の10月3日には駅舎部分の使用を開始した。タウンニュースや相模原市の公式サイトによると、駅舎、東西自由通路、駅周辺工事の総工費は約14億円で90%以上を相模原市が負担した。 東西自由通路開業当日の2006年10月1日には、地元の盆踊りや西口でのテープカットなど、相模原市による式典が行われた。新駅舎の開設に伴って、旧駅舎及び古線橋は閉鎖され、その後撤去された。2008年には、駅前広場が完成した。2020年度の1日平均乗車人員は4367人で、ある。 近年の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。東口広場国道16号や国道129号といった幹線道路にほど近く、1950年代に市が行った工場誘致政策もあって、駅周辺には大手企業の工場が集まっている。駅東側には多くのマンションが立ち並んでいる。1990年に、 京王相模原線が橋本駅まで開通し、相模原市北部の利便性が格段に向上。さらに1991年には相模線の電化が実現した。1990年代以降は、駅東側を中心に、工場の撤退、移転、縮小が相次ぎ、跡地を利用したマンション建設により、人口が急増した。夏の風物詩、南橋本夏祭りは、 ふれあい広場で開催されている。駅西側には多くの居酒屋、飲食店などが集積し、南橋本商店街を形成している。見直し、商営会では、味色り祭りとして、サンバパレードなどを催している。駅周辺の主な公共施設、事業所、店舗などは次の通り。当駅最寄りのバス停留所は、大河原と昭和電線前であり、 神奈川中央交通により運行される以下の路線が発着する。かつては上溝駅との間に柵の口駅が置かれていた。注釈出店。ありがとうございます。